色鉛筆を使って描く雨だれその2です。八つ切り画用紙を4分の1に切ったものとコピー紙を使います。コピー紙も4分の1に切っています。これを半分に折って折り目のところに小さめの雨だれと大きめの雨だれを描きます。もう一度半分に切って先ほど描いた線のところで切ります。画用紙の上に広げておいたら、これを型紙にして色鉛筆で色をつけていきます。外から中へ、外から中へとこすると形がきれいにできます。光っている部分を残すよう白いところを残しましょう。色を変えながらバランスを見て雨だれを増やしていきます。こんなカラフルな雨だれになりました。型紙や色、塗り方を変えると違った感じの雨だれができます。動画はその1からその4まで用意しています。どうぞご覧ください。